皆さんこんにちは、中島ナビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法、30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて本を読んで紹介していきます。今日読む本はこれです。はい、定理の作り方、竹山義弘さんの本です。まあ、あれです。これもですね、ここ数回の、買ったけど読んでなかったシリーズになります。もともと数学者とは全然縁遠いことを学生時代送ってきたわけなんですけども、まあ、知識の裏打ちも含めて、今日はこれを読んでいきます。では30分でスタートです。時間早いんですけど、まあまあすごい早いですよね。すごい良かったので、この後精読したいので、とりあえず今の段階で紹介していきます。はい、今日ご紹介する本は、竹山義弘さんの定理の作り方です。この本を一言で表すとですね、物事の仕組みを伝える方法が書かれた本です。内容はですね、本当に定理、数学の定理がどういうふうにできているのか、もしくはそれをどういうふうに作っていったらいいのかっていうのが、すごい分かりやすく書かれています。中学校の数学をベースにしているので、私もいわゆる高等数学は、学んでいないので、見たことない形とかあったりすると引くんですけど、内容自体は、すごい難しいっていうのはなかったです。ただですね、途中でやめた理由っていうのが、このだから本当に定理ですよね。要は、目の前にあるこの解き方だけを、その問題だけを解くやり方ではなくて、抽象度を上げていって、他の問題に対しても活用できるように、不必要な情報を減らして必要な情報だけ、エッセンスだけを高めていくっていうところ、その結果が定理だというふうに中島を感じていて、でそれをどういうふうにやっていくのかっていうのが丁寧に書かれている本なんですね。で、この本を読むきっかけになったのは、読んでないのもあるんですけど、今は自分が仕事の方でやっていることをどういうふうに、形作ったら、いろんな人に伝わるかなと。例えば本を読んでない人に対して本の大切さをどう伝えるかとか、あまり学んでない人が、教育の大切さを知らない人に対して教育の大切さをどう伝えるのか、そういった部分についてですね、今いろいろ、試行錯誤しているところではあるんですけど、そのヒントとなるものがこの本の中にすごい書かれていたので、この後、精読します。速読するのもすごい大事なことではあるんですけど、なんていうのかな、速読はあくまでも情報を、必要な情報を短時間で抜き出す方法であって、でもしその本が良ければですね、もう一回読み直して、さらに知識、気づきよりも知識を得ていくために精読するっていうこと、やり方も、とても大切な方法になります。ちょっと切れてしまいましたけども、はい、すごいいい本だなと思いました。いつものようにですね、Amazon のリンク、詳細のところに貼っておきますので、今の、この動画を見てですね、これなんか面白そうだなっていう方はぜひ確認して手に取っていただきたいなっていうふうに思っております。読みます。はい。今回の動画はこれで終わりにします。ぜひですね、動画の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。